はい、ドミノさん、こんにちは、ノアです。今回ですね、まあ、つい最近ですね、まあ、2件ほど封筒の方がね、届いていましたので、そちらの方、開封の、まあ、開封動画ですね、かなり久しぶりな、開封動画、の方を撮らせていただきたいと思います。コメント欄とか、そちらの方でですね、もう何なのかっていうのは、伺っております。サプライズ品ですね、ここにもね書いてありますが、で送ってくださった方がですね、チャンネル ST さんと、やったつさんですね、あの以前無償品いただいた方とトレードしていただいた方、でまずはチャンネル ST さんの方からね、開封させていただきます。いや本当に久しぶりですね。もうトレード開封動画とか全然やってなかったんで、まあ何ヶ月ぶりとかね、そういうレベルかな多分。中身の方がですね、まあ、こんな感じかな。まずアンクフトアの CP ね、見えてますね。ではね、お手紙入ってる方から、じゃあ、開けさせていただきます。今回はノアさんに、ベジータパックをプレゼントします。ノアさん、登録者数1万人を超えるってすごいですね。確か、以前、前にトレードしていただいた時は200人だったと思います。宣伝になっちゃいますが、僕のチャンネルで。仮面などが当たるプレイ企画をやっているので、ノアさんも参加してくれると嬉しいです。チャンネル ST さんですね。仮面が当たるプレイ企画を、開催していらっしゃるみたいですね。すごいな。仮面ってことは白仮面の方ですかね。なんか今、レート落ちてるとか聞いて、まあ聞きますがね、そうでもないですよね。落ちてるって言ってもそうでもないと思いますよ。では、まずは、海洋神アバターの、店頭配布だったかな確か。店頭配布で、もらえた海洋神アバターですね。お、すげえ。このスリーブかっこいいですね。ユキャンっぽいな。昔のユキャンっぽいですね。スリーブ、公式スリーブって自分そんなに持ってないんですよ。最近のやつしか、持ってないんで。で、暗黒タワーの、キャンペーン、ゴッドミッション8弾の、ゴッドメテオの方ですかね。で、ゴッドミッション6弾のトリプルアタックの時の、暗黒タワーのキャンペーン。暗黒とは好きなんで、暗黒魔界サイドのね、キャラクターがすごい好きなんですけど、まあ、その中でもね、暗黒とはね、その女神的なね、ポジションなんで、まあ、好きです。まあ、パズドラでいうヘラ的なね、感じですかね。で、続いて2パック目の方がですね、まずベジータが見えてますが、ベジータパックっていう風に書いてあったんで、まあ、ベジータしか入っていないのかな。すごい厳重にしてくださってます。で、まずはですね、ゴッドミッション6弾の、SR のベジータはですね、スーパーサイヤ人ダブルアタック持ちの、サイヤ人の闘争本能とね、ゴジータに合体できる、これは持ってない、持ってなかったやつ、ですかね。元のパワー高いな。これね、いいですよね。合体する前からね、パワー高めのね、キャラはね、すごいね、いいですよね。で、ベジータ GT の、剥き出しの闘争本能、これは持ってたかな。ちょっとバインダーに入っていなかったような気がします。で、トリプルアクションの、ベジータ SR。これは8段か。8段の、ベジータの SR。お。で、デストロンガス中和カプセルのベジータですね。これも持ってなかったな。すべてをかけた一撃ね。このロックオンいいですよね。まあ、2倍ダメージの生かし方はターブルとかで壁越えさせちゃえば、まあ、それか不屈の戦いユニットでも何でもいいんですけどね。壁越えさせちゃえばね、このロックオンも生かせるんで、ただ、まあ、強靭な肉体、最近ね、かなりね、バンバン出している。まあ、あれはね、本当に、ただ壁越えさせてダメージ上げるしかないんで、あとは固定ダメージとかね。まあ、ちょっとね、デッキの組み方も最近は難しくなってはきてるのかな。で、時空転送のベジータ。このベジータ好きなんですよね、イラストが。3のベジータと、大猿のベジータっていう、このなんか、不思議なね、マッチが、好きです。で、これも好きなんですよね。Z アクションのね。Z とか初めて出た時のキャンペーンかな。いや、かっこいいですよね。この後ろの支援論とかね、なんかオリカで使われそうな感じのベジータですよね。で、ゴッドミッション7段の SCP のベジータ。いや、これもかっこいいですよね。ステータス、そう、このベジータって、そのカード性能がすごい、良くてね、自分も結構使ってたんですよね。逆境を超える力と、戦闘力制御ユニット、スパーキングっていう。で、さらにね、スペシャルアビリティもついてるんで、で、ステータスも高いんですよ。エリートなのにガードも2600あるし、あとは必殺技係数がね、やっぱりファイナルフラッシュ高いんでね。で、破壊王子ベジータ3。いや、これはね、
大ちゃんがんばチャンネルさんに、無償品かな確か。それで、プレゼント、しちゃったんで、持ってなかったです。やっぱりね、ベジータって、まあ、ステータス高いですよね。キャンペーンなのに、パワー5500もある。で、元のパワーが高いと、まあ、何がいいかっていうと、やっぱり、その、壁越えがすごいしやすくなるんですよ。まあ、さっき言ったように、ターブルでもいいんですけど、まあ、自分の場合、ターブル、まあ、動画ではね、ほとんど使ったことが、実はないんですよね。で、その理由がやっぱりレートがすごい高いカードなんで、まあ壁越えさせるのは簡単だけど、それでもやっぱりあまり高いカードで、まあデッキ紹介とかやるのもあんまり良くないと思うんで、まあなるべくね、みんなが、作れるようなね、デッキ構成でね、やってるんで、ターブルはあんまり使いたくないんですよね。で、プロモのベジータですね。まあただ再録されるんでね、まあどこかなっていうところでは、ちょっと待って。どうかなっていうね、まあ、ところではありますね。まあ、徐々に使っていこうかなって。スペシャルアビリティ3のベジータですね。かっこいいな、このベジータも持ってなかったやつです。意外と持ってないカードね、まだあるんですよね、結構。で、V ジャンプじゃない、最強ジャンプ付録のベジータ、ですか。これは一応、持ってはいたかな。いや、誰かにあげちゃったかな。なんか、バイナーにいなかったような気がします。で、その次がですね、旧一段 UR のベジータ、超嬉しいです、これ。やばい。いや、これやばいですね。やばいな、これ。大丈夫かな。まあ、旧一段ね、アルティメットレアのベジータね、すごいな、これ。もう見えちゃったんで、仕方ないですね、これはね。修行の成果持ちですね。あ、この使用感ね、結構いいですね。昔のカードで、やっぱり、まあ、備品って結構難しいと思うんですけど、まあ、傷はあった方がね、意外と使用感があって、まあ、自分も結構好きです。ネクストさんも言ってたんですけど、いや、結構ね、好きです。てか、すごいですね。これ、欲しかったんですよ。旧一段のアルティメットレア、自分、トランクス青年期しか持ってないんですよ。なので、これは嬉しかった。いや、嬉しいです。これ、めっちゃ嬉しいです。ベジータのスーパーサイジンですね。そしてスーパーサイジン3のアルティメットレアのベジータ、ギャラクシーミッション9段かな、これは。未来トランクスと未来ご飯のアルティメットレアが、まあ、出た時のやつですね。いやー、これ大丈夫ですかね。2枚目、いや3枚目か。で、このカードもね、挑戦的な態度で敵の CI 速度アップと、記録回復のアビリティ持ってるんで、まあ、バーサーカーで記録回復がね、嬉しいんで、これもすごい使いやすいですよ。ベジータ GT のスーパーサイジン4。ですね。あ、よかった。最後はアルティメットレアじゃなかった。戦い続ける誇りですね。バトル開始時、自分のパワーが永続で3倍になる。ただし、サポーターにすると、パワーが永続で1になる。これもまあ、サポーターにしなければいいっていう話なんで、まあ、気絶が怖かったらね、ラウンド1記録回復の、まあ、友情の奇跡だったりね、当ててあげればいいんで、まあ、友情のバリアの方がいいかな。まあ、あとはね、もう、2ラウンド目かな。やっぱり、こいつを発揮させるのは2ラウンド目に、まあ、パワー3倍をね、生かしたまま、アタッカーにして、で、ファイナルシャインアタックも必殺技の威力がね、高いんで、まあ、これもすごい使いやすいですよ。まあ、ワンキルでもね、全然、あ、そっか、ワンキルの方がいいかな。このベジータはワンキルの方がいいのかな。ジャークリミッションの普段のアルティメットレア。で、最後はね、防御指示の SR のベジータ、ですね。いや、ベジータもね、自分すごい好きなキャラクターなんで、まあ、一番好きなキャラクターって聞かれた時に結構コメント欄で聞かれるんですけど、意外と、一番っていうのがなんか難しいんですよね。まあただベジータはですね、まあ、そりゃね、まあすごい好きなキャラではあるんですけど、一番って言われるとちょっと難しいかな。まあ個人的にはなんですけど、ベジータはドラゴンボール Z が一番かっこいいと思います。はい、それではですね、本当は2件の無償品開封させていただこうかと思ったんですが、まあ、撮影時間的に、別々の動画に、分けようかなと思います。今回ですね、チャンネル ST さんからの、サプライズ品ですかね、そちらの方を開封させていただきました。チャンネル ST さんのチャンネルではですね、今、ただいまね、仮面のサイジンが当たるプレゼント企画、をですね、開催しているようなので、そちらのチャンネルリンクと、プレゼント企画の、リンクの方を貼っておきたいと思います。はい、それではですね、今回は、この辺りで制させていただきます。ご視聴ありがとうございました。